皆りんごん、えー、がとっても大好きな毒くへが青森県弘前市からお届けする「旬のりんご情報」今回はモス風アップルパイの作り方を紹介したいと思いますはい、まあ、モスのアップルパイは揚げてるんでね毒くへこれ揚げないで作ってるんで実際にはちょっと違うんですけどまあ、皮のパリパリのアップルパイの作り方を紹介したいと思います春巻の皮を使っておりますはい本当に簡単なのでねはい ままずはリンゴを用意しますちょっと食べかけとかちょっと柔らかくなってしまったりんごとかあると毒ヘビはお菓子にすることが多いんですけどジャムとかねお菓子とかはいまずは、えー、4つ切りにしますはいそして四つ切りにした後で、えー、芯を取っていきますあのねこれ細かく最後切るんですけど大きい包丁と小さい包丁を合わせて使って この四つ切りにする時と芯を取る時は大きい包丁普通の包丁で取りますで実際にこの皮を剥く時には果物包丁をちょっとちっちゃいので剥きますこれはね大きい包丁で剥くと疲れるんですけどちっちゃい包丁で四つ切りにするのも疲れるんですよねまあそんなわけで二刀流なんですね毒蛇はえ切って四つ切りにして芯を取るのは大きい包丁を皮を剥くのは果物包丁っていう感じではい 剥いていてきますそしてねこれ切ったのを皮を剥いたものをさらに縦に3つに割って細かくしていくんですけど色が変わっちゃうんで鍋にお砂糖を入れておいてですね切ったらどんどんその中に切ったりんごを放り込んでいきます。でちょっと鍋をゆすったりして砂糖がりんごの表面につくようにしてそうすると色が変わらないしまあ、レモン汁とか。 あの使わなくてもまあなんとかなるんで毒蛇はこのやり方ですねいつもはい、はい、でね、まあ、包丁で切るザクザク切るときはまた大きい包丁を使って一気に切ってどんどん砂糖の中に放り込んでいきますそしてねお砂糖にしばらく置いとくとじんわりりんごの中から汁が出てくるんですよねでちょっと汁が出てきたなってか汁っぽくなってきたなと思ったらあの火にかけるとお鍋をねそうするとこんな感じで蓋をして 火にかけておくとこんな感じではい火が通ってきますそして十分柔らかくなったなーと思ったら蓋を取ってちょっと混ぜて、まあ、好みなんですけどマッシャーとかで潰してよりジャムっぽい状態にしてしまう時もありますね今回はりんごの形そのままにしてみましたはいでねとりあえず中身だけ作って翌日。 春巻きの皮ですこれ春巻きの皮にその中身をのせていきますはいそして端から巻いていくんですけれども適当ですねこれは <laughs> あ<の笑>まあ1回分1個分これぐらいの量がいいなっていうぐらいをのせてですね、はい、うんどれぐらいですかねお玉で1個より少なめぐらいの量ですかねはい はいくるくる巻いて最後のところはお水をね塗って閉じております。で冒頭にも言いましたけどモスのアップルパイってなんか初めて食べた時にすごい中がトロっとしててで皮がサクサクのあの幾、ー、重にも層になってるパイっていう感じではなくてなんかこう薄いパイ生地でもう本当に薄いパリパリの。 生地の中にリンゴがとろっと入ってるっていうイメージだったんですごい美味しいなと思ってちょっとそれを真似して作ったんですけどはい巻き上がりこんな感じですね、うん、でそしたら毒ヘビはですね油っこいのが苦手なので油で揚げずにノンフライヤーっていうんですかあの電気で熱風で火を通すみたいなこれで唐揚げとかフライドポテトとか何でもできるんですけど春巻きの皮もこれパリパリに仕上がってすごい簡単で美味しいんですよねはい。 こちらだいたい百六十度で十分、焦げ目をつけるのに百八十度で五分ぐらい、十分から十五分ぐらいでこんな感じです。まあ外側が焼ければね、火は通ってるんでね、美味しそうじゃないですかね。これ本当にカリッカリのパリッパリになるんですよ、春巻きの皮が。で中のリンゴのこの煮たものが、そのね酸っぱいリンゴで作ると甘酸っぱく、甘いリンゴで作ると甘い感じになります。 まあ潰してとろとろにしたり形今みたいに残したままにしたりお好みでねやってみてあとこのフライヤーがノンフライヤーがないよとか揚げたのが食べたいよっていう人は油で揚げたりフライパンにね油をちょっと敷いて揚げ焼きにしたりとかでもいいんじゃないでしょうかちょっとこれは家族と食べたのでお砂糖だけにしましたけど自分で作る時はレモン汁とか入れたりして甘酸っぱくしてとろとろめに作るのが好きですねはい。 そんなわけで今回はまあパリパリのパイ生地というか薄い皮のアップルパイをモス風アップルパイということにしましてねモス風のアップルパイの作り方を紹介してみましたりんごがたくさんある時にはお砂糖をまぶしてですね切ってお砂糖をまぶしてお鍋で煮て水分が飛んだら春巻きの皮でくるんで揚げるなり焼くなりイノンフライヤーに入れるなりしてパリパリにして食べてみてはいかがでしょうか すごい簡単で美味しいです。おすすめなのでぜひやってみてください。ではまた。